これ意外と登りいけるんちゃうかな。登り、うわめっちゃ蜂ゴロや。何これ、え、蜂の巣があった。上に蜂の巣があるのはまだいいけど、下に蜂の巣があるの、ちょっと勘弁してほしいな。上上上の、あらあらあら、上の DH バーの上を握ってこうやって引き上げながら登れば意外といいんじゃないですか。ただこの胸が狭くなるんで、そこはちょっと辛くなるんですけど、なんかちょっとこの背中の姿勢が変わって踏み込みやすくなってる気がするだけか。はあ、あ、しんど。よいしょ。よし。静かっすね。宮島の裏側は。誰もいない。いやまあ、島やもんな。よいしょ。走り、この本格的に登り始めて分かったんですけど、なんかカチカチ音がする。ほら、ほら。なんやろ、さっき変速機変えて試したんですけど、他の変速機の、ギア比でもカチカチ音が鳴るんで、多分ギアじゃないですね。クランク BB 側で何かが起こってるはず。まあ、ネジが緩んでるか、こういう時って難しいですよね。なんやろな、 BB のネジが緩んでるか、砂が砂利が入ってるか、チェーンリングのネジが緩んでるか、ペダルがカチカチ言ってるのか。でもこの音もしかしたらリアディレイラーなのかな。軽く回したらならないですよね。力入れてこいでら一定のところでなると。右足がだいたい12時ぐらいの方向に来たときになるから、うん、ちょっと考えよう。うん、まあ、すぐになんとかなる、どうにか壊れるみたいな雰囲気じゃないけど、音が気になるな。ほい、はい、どんどん進んできました。鷹の巣浦はこっちって書いてあるんで、ちょっと行ってみようと思います。よいしょ。だいぶさっき山を越えてきたんで、だいぶもう下の方まで降りてきたはずなんですが、どうなんでしょうかと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いやー、さっきからですね、ちょくちょくこう、雨が当たるような感じがするんで、もうそろそろかな。雨が降るのは、こっちなのかな。よいしょ、よいしょ。おー、鷹の巣、おー、すごいな、こら。よいしょ。牡蠣の、あ、牡蠣の殻の山っすわ、すごっ。さあ、すごいな、これ。ちょっと行ってみよう。ちょっとビンディングシューズで行くべきところではないと思うんですけど、あまりにも興味が出たんで、ちょっと行ってみます。さすがに、あの両手で、よいしょ、おい、うわー、すごすごいですね。かき声、あ、なんか釣りしてる人がおるから釣りはなんかできるんやな。よいしょ、よいしょ。これがあれ、鷹の巣浦かな。ロープがあるんで一応登り降りはしてるんですかね。昔の多分何かあったんすよ。だってあそこレンガですもん。跡地なんかな。これもなんかあって崩れたような感じの跡なんで、おかしいですもんね。なんかあったんすよね。なんやろここ。
帰って調べよう。だってここ、これがなんかバーンと落ちてきたような感じ。こっちも。なんか、なんやろ、遺跡みたいな感じがするな。で、このカキ殻の山が半端ない。ものすごいカルシウムじゃないですかね。いろんなゴミもありますが。いやー、鷹の巣浦。これ一体何匹おんねやろ、この貝。すごいっすわ。うわー、すげえ量。なんか道がありますね。え、こっちか。あ、こっちも遺跡や。いやいや、やっぱり遺跡や。なんやろこれ。なんやろ。ここ誰か登ってる跡がありますね。何すんねやろここ登って。すごいなこれ。道がある。っていうかもう全部。え、あ、鹿の糞がある。え、これほんまに？あ、全部、え？土のように見えるけど。え？いや、道がある、道がある。なんだこれ。うわ。え、なにこれ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 。道があるわ、ちゃんと。なんでこんなところに道があんねやろ。すごいな。え、草生えてるやん。あ、釣りか。釣りかもしれん。釣りでここまで来てこっから釣るんか。釣り人の登った跡なんかも。すごいな。我々が食べた柿はこうなります。なんか不思議な感じやな。森と真っ白な柿柄と森と遺跡っていう、すごいなんか幻想的な雰囲気ですね。いやー、すごいな。まあそんな場所でした。さあ、到着して、さあ、U ターンしようかっていう時に、なんと、ついに雨が降ってきました。ポツポツと。すごい。いやー、いよいよか、降るか、降ってしまうか。しかし、お空は黒いですね。まだお昼前なのに、真っ黒でございます。よしよしよし。あー、幻想的やな。人工的っていうか、あの、何でしたっけ、あのクレイジージャーニーっていうテレビ番組の中で機械遺産っていうのがあるんですけど、なんかそれにちょっと近いような気がした。まあ全然ですけど、いやー、なかなか。あっちの方もちょっと見てみます。よいしょ。カニがですね、結構おるんで、このカニ使ったら、なんか釣れるんじゃないかな。ウナムシもおるし、よくじゃん。釣りする人がよく来るんかな。よいしょ。おい、さ、ウィンディングシューズはもうこれ以上はいけないね。なんかおりそうやな。魚おりそうやな。取りてえな。まあ、遠くから見るとこんな感じや。すっげえ白い山がすごい。はあ、探検楽しい。よし、戻ろう。よいしょ、よいしょ。うー、クロセットは。さらに先へ進んでるんですけど、こっちにも何か人工的に作った跡地、遺跡じゃないか、遺跡か。あって、多分砲台を置いてる感じじゃないかなと思うんですけどね。あの、なんせ景色がいいんですよ。ここ。
だからこの景色がいいところからこう敵船が来た時に砲台を撃つみたいなやつちゃうかな、どうなのかな。すごい景色、うわー怖絶壁ですね。瀬戸内の島々が全部見える。あっちが江田島かな、うん、あっちはあれ何やったかな、あたた島やったかな。涼しいな、意外と降りそうで雨は降らないですね。あ、タカかトンビがピューヒョロロ言うてます。まあ、こっから一歩踏み出したらもうズザザザザッと落ちるんでちょっとバックします。いやっからせった。いや、この今宮島の外回りをこうぐるぐるぐるっと回ってるんですけど、アップダウンがやっぱ結構ありますね。今これだけ上ですけど、もうちょっと行ったら多分一番下まで降りるんで、でその後また一番上まで登るんかな。まあまあ上がったり下がったりしてる感じです。で曇ってきてるんで、あの林の中が結構暗いお、雷も鳴り始めました。よし、あのダイナモオートモードにしてるんで、林道に入ったらすぐ勝手に光ってくれるっていうのもなかなかいい感じです。これ光るとあの、あ、暗いんやなっていうのを実感できるっていうですね、はい、さあでは、続きいきます。林道はこんな感じですね。ここはまだ火の光が当たるんでいいんですけど、この日陰に入るともう真っ暗ですね。でそんな真っ暗のところに突然あの鹿が出てくるんで、ゆっくりゆっくりオップ警戒しながらいかんと、ドンとこう鹿が降りていたりしたらちょっと怖いですね。あ、そういえば宮島ってあのいろんな動物がおるんですけど、結構その自転車で走ってて気をつけないといけないなって思ったのが 2種類あって、それがですね鹿とあの猿なんですよ。あのキャンプしてた時にですね、一回観光で来てる人が猿に襲われてるのを目撃してですね、そこからだいぶあの猿への恐怖心が、できましたね。あ、怖っと思って。その人はあの確かホテルに泊まっててランニングで朝走っとったんですよ。ほんだら猿の群れの、おー来たー、こんにちは、小鹿ですね。猿の群れに追いかけられて、おーキャー言ってすっげー逃げてましたね。うー怖い怖い。さあこっち下ると海岸ですね、行ってみます。さあだいぶ奥の方の海岸まで来ました。おおおお、この道になると宮島に見えないですね。わ、雷が、あのさっきあのバーベキューしてる人らがいて、ここら辺になるともうプライベートビーチですね。いやー、いい。でもこっちもすごい、よいしょよいしょよいしょ、よくてなんか波もちょっとあるんで宮島っぽくないですね。裏手の方にどん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 来てるんですけど、あっちもあっちでなんかあの見えるかな、岩にここら辺なんですけどでっかいトンネルが開いてあるんですよ。あれなんなんやろな、気になるな。サップとかやったらいけるんかな、自転車で行くにはこのどうしたらいいのかな、担いで行くかよし、ほんじゃらこのまま、まっすぐ行ってみます。さあ、さっきの海岸上から見るとこんな感じですね。いやちょうどこの海岸の真ん中に祠があって神社があるのかな、でその周りをずっと来てる。これだからもうちょっと水が引いたら、砂浜ももうちょっと増えるんじゃないかなと思います。でこっちの方はよいしょ、まだ電線が電信柱がしっかりあって道もしっかり舗装されてるんで、
自転車でも全然行けるな、まあ、上り坂も下り坂もあるんであれですけど、体力はちょっと使いますけど、あこの先どうなってんねやろな、こっちマジで来たことないんでちょっと楽しみです。この行ったことがないところに行くっていうのが楽しいですよね。どうなってるかはちょっと別として、よーし、あら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 、ここで終わりか。国有林のためこっから行けませんということです。完全に門やな。水道施設があるから立ち入り禁止か。なるほど。ここはよいしょ、バーなんかゴミ捨て場みたいなのがあるんですよ。よいしょ、雨来たな、結構来たな。うん、ゴミっていうことはやっぱりバーベキューをしに来る人も多いんですかね。これだけ大きいゴミ箱があるっていうことで、こっちにさらにトイレもあるんですよ。トイレなんでやっぱりレジャーで、来る方もまあまあおるんやと思います。船で来たりサップで来たりしてここでやるっていうのもあるし、車でずっとこの道を通ってくるっていうのもあるんでしょう。で看板がこれ、行き止まり、行き止まり、いいですねこれ、行き止まり、この看板好きや、なんか分かっとるわみたいなということで、これを行き止まりショット、よし。さあそしたらちょっとこの行き止まりなんで、さらにですねこの海沿いに降りれそうなんですよ。なんでちょっと降りてみようと思います。わっしょいしょいか。あー満潮やからかな、全然あれやな、砂浜がないな。よいしょいしょ、今度 T シと来るか、いて宮島、よいしょ。あ、こっちは淡水や。これいいっすよ。めっちゃいい。これ淡水がこっから流れてるっていうのめっちゃいいよ。よく海で魚ついた時にあるんですけど、こう上がってくるじゃないですか。上がってきて、体が海水でベタベタなんですけど、この淡水があるとそこで洗えるんですよね。じゃあ、体がサラッとして、で、バーベキューする時も食器じゃないわ、タオルか。タオルとか洗えてめっちゃええんすよね。海水で洗うとまあベッタベッタになるんですけど、こっち行けんちゃうかな。海水さすがに歩いたらクリート錆びるやろうな。でも砂浜の向こうちょっと見てみたい。どう行こう、これどう行こう、こう行って、あビンディング、これロード用のビンディングやとちょっと厳しかったな。今日はこっちのマウンテン系で来てよかった。なんだかんだ言ってるね、やっぱり自転車オフロード系の方が合ってんのかな。いいよ、じゃあさあ来ました。おー、なんか海近い、海が近い。おお、光った、なるか、バーンってなるんじゃないですか。海地形な。おお。なったなった。どこまで、これ、どこまで行けんねやろな。あ、でもここら辺で終わりか。岩はあるけど。なんか岩のところにでっかい、洞窟みたいなのがあったんですけど、それまでは行けないですね。ちょっとさすがに、この満潮に近い水の量と、今日ビンディングっていうので岩を越えていくのはちょっと危ないような気がする。おいおいおい、ということで、これが自転車で行ける一番端っこかな、まあ、ちょうど行き止まりってちゃんと書いてあったし、いう感じでございます。で、まあ、ここまで来たんですが、まあ、残念ながら一周はちょっと難しそうですね。まあ、いろんな
雨とか海の量とかいろんな関係上、勇気ある撤退も重要でしょう。勇気ある撤退、うん、いいんじゃないでしょうか。逃げるが勝ちとかいう言葉もあるかな。よいしょよいしょ。さあ、そしたら今回の、動画はですね、宮島の、まだ行ったことがない端っこまで、行ってみるという動画でございました。まあ、一番最後はですね、あの行き止まりになって、海がだいぶ近いところがあったという感じですね。海はここから見るとすごい、今日は波が強いんですけど、結構透明度が高い海です。よし、ではではここから、U ターンしようと思います。終わっちゃい。では今日は、今回はこの辺りで終わると思います。終わります。どうもありがとうございました。うわ、降ってきた雨が、やべえ。